ょっとでもやろうって思ったの。そう、無限列車だよね今日。楽しみ。一人で映画見に行ったな。寂しかった気持ちはなかったな。普通にちゃんと一人でさ映画館で座って、周りにあんまり人がいなかったからもあったんだけどさ、すんごいね見れたし、一人で泣いてた。泣く映画見るときってさ、あんまり友達と見たくないよね。家族ならまだいいけど、友達泣く？多分な、いや絶対泣くよね。多分とかじゃない、もう泣く準備してる。泣く準備はしてない。そう、今は初めての使い流してる。テレビで見てた。一人じゃ、ほんのちょっとだけ宇髄さん映るかな。映画見に行った時も最後の最後に宇髄さん出て嬉しかったってなんか配信で私言った記憶があるんだよね。結局鬼滅さ、映画私1回しか見れなくて、そう、あ、そう、久しぶりに私の後ろにハッピーさんいるよ。お耳が、あ、見えた、かわいい。ほんとか、え、99人の壁、あ、本当だ、やってる。鬼滅だ。鬼滅でアニメ、アニメ、サザエさん、鬼滅アニメスペシャル、声優さん、え、何が出てたの。うん、全然見てなかった。ハミさんかわいい、ありがとう。アニメ特集ね、書いてあった。何のアニメ出た今までで。多分もう、あ、30分で終わるよね。え、悲しい。今が声優さん。あらあらあら、最近すごいずっと気になってるからさ、声優さんが見たかったな。初めてのお使いってさ、なんか昔のをやって、その後7年後とか放送してくれるじゃないですか。それがね、私一番好きなの。成長が見れるのが嬉しくてさ、ちょうど今やってる初めてのお使いの男の子もさ、これ画質的に多分だいぶ前の映像じゃん、何歳なんだろうっていうね、楽しみなの。そっちの方が、いや、なんかほらね、なんかいいね、マスクしてない時代だからさ、それもまた羨ましいなって思うし、平成感を感じる。私意外とさ、意外とっていうか、普通に平成生まれで、令和もまだ3年だっけくらいしかないからあれだけど、平成すごい好きよ。好きだった、今も好き。私初めての使いで多分やったことないと思う。そのママ大好き子だったから絶対に離れなかった。本当にママから離れなかったな。成長も守るのさ。平成感わかる。いいわ。でもさ、こんなちっちゃい子供の頃ってカメラで撮られてるとかわかんないよね。結構大人からしたらわかるじゃん、お使い中のカメラマンさんとカメラだみたいな。今日ね、夢見たの、カメラで思い出した。なんか、なんか正夢になりそうだなって
思う内容だったんだけど、自分はまだアイドル、まあ、SK として働いてたのね、働いてた、活動してたの夢の中で。でももう次のことを考えてて、それがコンサートか公演なんかのイベントの会場で、自分から出番まであと1時間あるからちょっとだけでも話を聞こうってことで、裏方の照明さんの元に行って、ちょっとだけ時間いいですかって言って仕事の話を聞いててそう、次もし仕事するなら照明さんをしたいんでどうすればいいですかとか、すんごい詳しく聞いてて、夢じゃないかと思ったすんごいリアルで、私がもともとそうやってさ聞いてたから、え、本当にリアルすぎてびっくりした。照明さんしっかり言ってた、自分がやりたかった照明さんのもとに、びっくりした。夜だよ夜で、朝起きてそれを覚えててびっくりしたな、まあ、多分今言ったから忘れ目にはならないねねてたね、すごかった、楽しかった、話聞いてるだけでも。でも前、あ、そっか、照明さんはそうなんだよ、距離が遠いからね、聞きに行けないんだよね、本当は、本当のリアルな世界ではね。カメラマンさんは近いからお話ししに行こうと思えば公園でも行けるんだけど、そう、話のリアルだった、え、だいぶリアルだった。なんか専門学校から行った方がいいんですか、もう私聞いてたし、すごい鮮明に覚えてるのいや今からじゃちょっと遅いかも、だからな、何かに対してそう言われてちょっと心が落ち込んだのも覚えてる面白かったな、久しぶりにね、楽しくて面白いなって思えた夢を見れました。カメラマンさんもいいけど、なんで照明がいいんだろう、私すごいわかんないこんなにね、いろんな裏方さんのお仕事がある中で、高校生の時から照明がいいって一択だったのはすごいね自分が思ってる以上にすごい大変なお仕事なんだろうけど、うん、確かに日焼けしそう、確かに熱い、やけどしそう。スイッチャーさん、あー確かにいいね、なんか自分の好みの子が出たらさ押しちゃいそうで嫌じゃない、でもそれカメラマンさんとかもそうだと思うけどね輝かせられるというのがいいの、そう、高校生の時はその理由で、そう、照明の専門学校に行きたかった、そう、そうなんだよお猿さん、かわいいありがとうございます、ハッピーさん、あと15分しかない、鬼滅まで、可愛いと思ってやるから、あー確かに、でもいるよね、 SK の劇場公演のカメラマンさんも推しがいるって言っててさ、結構映る頻度が高いメンバーがいるっていうのをね、私も耳にしたんですよあ、そう、あゆかさんだ、でもどの方かはちょっとねまだ分かんないんだよな、ちょっと見てみよう、ペンライトありがとうございます
え、それ広く終わっちゃったよ今日で。でもさ、ロッキーってやるね。やっぱやると思ったよ私は。イルマくんとか見てて思った。楽しみだなぁ楽しみ、本当に楽しみ。ロッキーもうあれだね、しがらき、え、しがらきとむらってみんなどう呼んでる？とむらくんって呼んでる？とがちゃんと同じ呼び方にしようかな。とむらくんより、普通にイケメンよね。ヴィランの中では私1番はダビだったんだけど、2番がとむらくんとむらくん、しがらきとむら、とむら、しがらき、志村、志村感ないな、もうヴィランだしねいや可愛かった今日も。え、てか雷が前髪上げてて可愛かった。みんなしがらき天子ってね、なかなかいなくない？やっぱダメだね私、白髪には目がない、本当にダメだ。色が届き込みます、いますこんばんは、こんばんは、くまのアバターさん、くりありがとうございますそうね、島に入りました、ありがとうございます。あ、全然話違うけどさ、パラサイト、パラ合ってる？イントネーション、パラサイト、パラサイトなわけないよね、パラセクトみたい、パラサイト合ってる？あ、よかった、そう見てさ今日、よかった。半地下家族だっけ、そう、それを見ました。なんか見たらさ、他にもシリーズっていうか2つあるんだ、あれ2つぐらい、あ、それ違う、それ新幹線だ。新幹線とさ、新新しいに幹線、ちょっと間開けるなんかさ言葉で言うの難しくないと思って、またイントネーション問題が私の中で出ちゃったの。え、そう今日2つ見たの急に見たくなって、え、7年だって、初めての使い、新幹線、それは電車になっちゃうな、新幹線、面白かった。もうちょっと気になるね怖かったっていうか、びっくりした。急にさ音がでかくなったりするから、それに一人でビクってして笑ってた怖さはなかったな。ホラー映画は見れないけど、あれは平気だった。新幹線、なんかコロナが流行った時に TikTok でさ、その新幹線を見た方がいいよっていうのが流れてきてて、ずっとで気になってたけど、ずっと見れてなくて、やっと見れた。そうね、次は、え、なんかね、韓国の映画とドラマが今すごい見たい欲が大きくてそう、ちゃんと、まあ、字幕でも見たいなっていう気持ちになってる。音声で見たけど、今日はさとかおさん見たの？え、さとかおさんってホラーが一番好きだけど、グロも好きなの？グロも好きだったらすごいね、何でも見れちゃうね。え、そう、愛の不時着はずっとマイリストに入ってるんだけどさ、なんかまだ見る気にならなくて、
もうちょい先かな見るの。みんなが忘れた頃ぐらいに見ると思う多分。カニブそうなんかな。なんかさやっぱアメリカ？アメリカ？私の好きなジュラシックパーク、ジュラシックワールドを制作しているところはどこですかね。そのさやっぱ海外ってスケールが全然違うから見てて迫力がすごいなと思って見たくなるよね。そうこの間やってた一番最初ぐらい、すごい前のやつだよね。アメリカ、やっぱりアメリカか、すごいよね。日本ではできないことをやってる感、面白かったな。何回でも見れるジュラシックパーク。ハリウッドか、確かにハリウッド女優なんかあるもんね、賞を取る。クリハートたくさんありがとうございます。ユニバーサルスタジオ、え、ユニバ、海外のさユニバとディズニー行ってみたい。行ってみたくない？急だけど。すごっ、14年。アベンジャーズは見てない見てないな。面白い？ハートたくさんありがとうございます。海外のディズニー、嘘、海外ディズニー行ってみたい。一回は行ってみたい。ポートあるよ、お父さんがね SKE 入るときに作ってくれた。あ、マーベル系、はあ、そうだそうだ。あ、待って、あと9分しかない。早いよ、30分は早い。前髪伸びて大人っぽくなった、ありがとう。あ、アベンジャーズであれか、ヒーロー系、何かを、人間たちを守る系。あ、ヒロアカ見てるならハマるかも。嘘、でまたヒロアカ別だからな。そうなんだよ、本当に別。ネットでさ、かっちゃんと相澤先生のちっちゃいぬいぐるみを買ったわけですよ。で届いたらすごい可愛くて、可愛い可愛くて本当に今並んでるんだけどさ、あ、そう、イルマくんのクララとアスモデウスもモチコロリンっていうさぬいぐるみがあるんですけど、それをね買って飾ってあるんですよ。かわいいの、本当に大きくない、ちっちゃい、このぐらい。で最近さ、それぬいぐるみにかわいいかぶせ物、ちっちゃい洋服とかを着させてる女の子がいっぱいいるんですよ TikTok で。もうそれがやりたくてやりたくて仕方がなくて、私フフ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 おしゃべりしてるの。
ちょっとね、かぶせ物は自分では作れないから、もう完成してるものを買う。で、ピアスをつける。え、絶対似合う。絶対似合うよ。イケイケ、イケイケなかっちゃん。私のドストライクに刺さる相澤先生。絶対いいって。もうそれしか考えてないの。ちょっと気持ち悪いな。でもそれが楽しみで仕方がない。いつか買うわ。そうなんだよな、鬼滅のうずいさんのグッズは実家にあるから、そう、ここで写真撮ったり置けないんだよな、新しく買った棚に。いつも？あれ？あともう少しだな、うずいさんの場面が出るの。え、楽しみ、本当に楽しみ。声がいっぱい聞けるのか。でもな、モテてる男だからな。あ、55分だ。かわいいよ、ピーだるま、ありがとうございます。よし、鬼滅がもうやるので終わりにします。いつか送ってもらおうかな。あ、顔洗ってる。かわいいね。頭の後ろ姿がかわいい。1位ハッピー、3超かった、2位、待って、あ、びっくりした、ハブにしてるかと思った。1位ハッピー、3位ハッピー、3位クマのアバターさん、4位ハッピー、3位5位ハッピー、3位6位リスのアバターさん、7位ダルマのアバターさん、8位カレーのアバターさん、9位タヌキのアバターさん、10位サさん、11位ハッピーさん、12位スコティッシュのアバターさん、13位ハッピーさん。少しの時間だったけどありがとうございました。あ、そうだ、久しぶりに自分の名前検索したら、あの個人個人で売られてるうちわが届いたよっていうメッセージを見れました。ありがとうございます。可愛かった、やっぱり私のデザイン。あの猫はハッピーさんです。自分で描きました。いつかうちわを持って私に会いに来てください。ありがとうございました。鬼滅見ようね。バイバーイ、おやすみなさい。バイバーイ。